ヌーヌーの柔らかい月の下で、こんばんは、ヌームーンのゆかです。こんばんは、ヌームーンのまさきです。ヌームーンの柔らかい月の下で、今夜もよろしくお願いします。よろしくお願いします。ただいま放送しておりますが、ムームーンの本体の方はですね、アメリカテキサス州のオースティンに行っています。はい、本体の方はね、はい、分身みたいな感じですね。今じゃあ僕らそうですね、分身で、分身じゃないしゃべらせてもらってますけれども、ね、ちょっと事前にね、はい、やってるみたいな感じにですね。そうですね、ね、行っちゃった。今サウスバイサウスウェストというテキサス州で行われている、うん、とても大きな音楽 IT のすごい祭典でございます。映画とかもそうですね。フィルム、あ、そうですね。はい。そこにムームーンが、ライブをしに行っていますので。行っています。はい。楽しんでいきたいと思いますという感じでですね。そして昨日フルムーンライブスペシャル2014中秋の名月の DVD& ブルーレイが発売になりました。昨日ですね。はい。はい。発売になったばっかりです。ご覧いただきましたか？ましたか？中野サンプラザで行われた、はい、フルバンド編成でのライブですが、中秋の名月ということでプレミアムな仕上がり、はい、演奏になっておりますので、もうその日一日だけのライブですからね、はい、その模様をもう丸ごとズドンと、はい、入ってる素晴らしい映像なので、はい、そうですね、素敵な映像ですんで、はい、ね、ライブに来てくれた皆さんも、まだムームーンのライブを見たことがないという方も、うん、ぜひ見ていただきたい、ね、一作でございます。遠くて行けませんでしたという方もたくさんいらっしゃると思うので、はい、その様子をもしね、これで見ていただけたら嬉しいなと思います。はい、ジャケットはね、私ゆかの着ている真っ赤なワンピースが目印のパッケージになっています。はい、ぜひチェックしてみてください。ぜひ、これとってもいいライブになりましたんでね。はい、では、中秋の名月でもやりましたが、本日のオープニングナンバー聞いてください。ムームーンでエメラルドの丘。ベイ FM からムームーンがお届けしています。柔らかい月の下。で、今夜もたくさんメールをいただきました。はい、どうもありがとうございます。ありがとうございます。はい、じゃあラジオネーム、仕立て屋のれんさん。下手屋のれんさんね。はい、まさやんゆかちゃん、こんばんは。こんばんは。大阪なのでいつもラジコで楽しく聞かせていただいています。ありがとうございます。ところでツイッターで、ゆかちゃんが餃子とにかく食べたいとか書いていましたが、何の餃子がお気に入りですか？うちはもっぱら味の素の冷凍餃子か王将の餃子がヘビロテしています。あと焼きか水か揚げかと、はたまた漬けだれの好みを教えてください。ほな。おー、ほな、餃子ですね。ありがとうございます。うん、王将の餃子も美味しいですよね。はい、味の素の冷凍餃子も美味しい。ああ、そうなんですね。うん、餃子って言ったら一番好きな食べ物、うん、なのかは、まあ何個かあるんですけど、まあ、餃子、毎日餃子でも本当いいなっていうぐらい大好きで、ニラとニンニクががっつり入っててもいいしですかね。あのもちもちの皮の中にギュッと詰まったお肉のジューシーな感じとか、なんかいつ食べてもなんとなくヘルシーな気がしてしまうところとか。ヘルシーかね。うん、まあでもあのスタミナつけるには一番餃子がいいかな、焼肉か餃子かなっていうところがあるので、うん、夜お腹空いたら大抵、まあ、友達とかと何食べたいって言われたら餃子って答えて、うん、あ、そう、だいぶまたかって言われるあ、大丈夫ですか、花粉の方が。いやー、失礼しました。それぐらいすごいやっぱ好きなんですよ。毎日食べたいんですよ。あ、そう。いや、もう一人で行けるときは20個、うん、30個ぐらい食べられます。30個。はい、本当にお腹が空いててご飯食べなければ多分30個いける。本当に。うん、まあ、あれだね、タオパイパイみたいになるよ。タオパイパイ、え、ドラゴンボール、はい、タオパイパイってだいぶ大きくなるってこと？そうそう、ポヨンポヨンになっちゃうの。つけだれの好みはお醤油が3滴、お酢がほとんど。あ、お酢メインですか。お酢メインです。そこでちょっとヘルシーさをね、うん、出すわけだね。
そうかもしれないね。ラー油とかはあんまりバーっとは入れないで、うん、僕も好きですけどね。僕はもうたっぷりタレとか全部つけて、ご飯もガーッと、うん、言いますか、そら太るわっていう感じの食べ方してます。もう餃子だけでいいです。餃子だけでいい。一時期カレーだけでいいって思ってましたけど、最近餃子だけ。極端だよね、ゆかさんね。はいはい、はい、続いてもう一通、ラジオネーム負けず嫌いな私。ゆかさん、まさきさん、こんばんは。いつも楽しく聞いています。はい、3月5日は私とムームーを出会わせてくれたとってもとっても大切な友達の誕生日です。お、うん、去年の4月大学に入学をして彼と出会い、今は一緒のバンドで活動しています。もともと彼がムームーの大ファンで、おムームーの素敵な曲をたくさん教えてくれました。そのおかげで今では私もムームーが大好きです。次のライブではヘルプミーとデュエリメンバーをやります。特にデュエリメンバーは彼が大好きな曲のようです。へー、ありがとうございます。そうか、3月5日がね誕生日だということで、本当は3月5日に読んでほしいって書いてあったんですけど、うんうん、ちょっと読めずで日にちはずれちゃいましたけども、はい、読みましたよ。聞いてくれてるといいですね、お二人とも、ね、おめでとう。あー、ムームーの曲をバンドでカバーしてくれるっていうの嬉しいですね。いやー、これはちょっと嬉しいですよ。見てみたいですよ、ね、ライブをもうやってるってことだからね、うん、次のライブではとか、次のライブのもうになんかセットリストも決めてるんだろうね。バンド仲間ってなんか良くないですか。いいよ、ね、休み時間とかにもさ、まあ、大学だったらね、なんかちょっと、うん、こう集まったりとか部室で練習したりとかもあるだろうし、うん、なんかねスタジオ入って音楽の話したりとか、うん、バンドやろうぜって雑誌読まなかった。うん、うん、バンドやろうぜは読んでない。でも最初にこうバンド組んだ時は、そう、友達とやってたバンドはそういう感じだったね、うん、割と和気あいあいと。あ、やってたじゃないですか。やってましたね、コピーバンド中学の時に。うん、そうっすか。僕もね、やったよ。うん。中学、高校。うん。うん。なんかね、こう、スタジオに入るのもドキドキしたりとかしてさ。うん。ね。なんか下手くそなんだけど、なんかがむしゃらにやってみるみたいな。そう。文化祭に向けて、頑張ろうみたいな。あの、あっという間に過ぎちゃうんですよね。でも、ああいうスタジオ入った時間とかって。なんか。最初もうね、何もわかんないからね。うん。繋いで音出てきゃーみたいな。そうで、まあスタジオにの店長のおじさんとかにさ、うん、あ、また来たのみたいな感じでさ、だんだん仲良くなってさ、うんうん、最初衝撃的だったのは、うん、ドラムの人がドラム一発叩いた時に耳が痛かったって。近くてね、目の前でドラムって異常に、予想以上に大きな音するよね。うるさ帰りたいってなって、うん、ねえ、狭い空間じゃないですか、スタジオは、うん、耳痛くなるんで。なるかもね。でも、まあ、割と好きだな私。爆音でやるの楽しいですよね。うん、楽しい。まあ、頑張って。何の話してるの。はい、頑張って ね、ムームーの曲すごくこう演奏してくれるの嬉しいんで、ぜひ続けていただけると。そうだね。なんかビデオとか見てみたいですけどね。見てみたい。YouTube とかで、とかに検索したい。さあ、ということで、今後のライブでもその曲をやるというふうに書いてくれてるので、この曲を選びました。それでは聴いてください。ムームーで Do you remember? Do you remember 恋が始まったか、お送りした曲はムームーのメジャーファーストシングル Do you remember でした。 BFM78 ムームーの柔らかい月の下で、3月限定企画、まさきこうすけのおいでまっしー金沢。あれ、はい、おいでまっしー金沢のお時間でございますよ。はい、ゆかさん、おいでまっしー第2回がありましたね。よかった。まさきくんどうですか。いやー嬉しいね。はい、先日3月14日にですね、はい、北陸新幹線が開業しまして、はい、ムームーの音の方やってますまさきこうすけ、石川県金沢市出身でございまして、この機会にちょっとアピールしておこうかと思いましてですね。そうだよね、うんうん、はい、もうでも僕もう10年以上こっちにいるんですよね。10年どころじゃねえか、20年近くですね。
あら。あら。東京におりますんで。うん、うん。その時の状況、うん、東京行くぞっていう時の気持ちって覚えてたりします？あれ、そんなお話ですか今日は。いや、なんかちょっと振り返ってもいいんじゃないかなと思って、うん、これを機に。そうですね。東京行くぞ、みたいな。どんな、そう、どんな感じだったんですか？いや、それはもう未知の世界じゃないですか。うん、すごい、その中でしか生きてないから。あ、金沢にしかそれまでいなかったから。うん。でも、なんとなく、東京とかに、都会に行ってみたいなと思ったんですよね。なんとなく都会に行ってみたい。ちっちゃい時から思ったんでしょうね、それ。うん。だからこう、まあ、僕は大学を機にこっちに来ましたけど、うん、関東の方に来ましたけど、なんかもうドキドキしましたね。うん。うん。何で来たんだろうね。さっきその話してて、でも覚えてないんだよね、あんまり。なんでなんだろう。最初に東京に来た時のことを覚えてない。あ、でも分かったよ。受験でこっち来るわけですよ。うん。地方の人って。うん。来て、なんかホテルとか泊まって、受験受けるわけ。ね、まあ、朝早いからね、テストが。そうそう、うん。いくつか受けたりするからさ、ずっといたりするわけですよ。うん。そんなこんなで行ったり来たりしてるんだよね、結局。どれが最初に来た東京なのか覚えてないと。そう、でも、初めてこう、家決めるときに、母親と一緒に来て、で、まあ、俺も全然わかんないじゃないですか。不動産屋さんに行って何するかなんて。親と来てですよ。うん。で、お家決めて、もうその場で決めて、うん。今考えてゆっくりね、選ぶじゃないですか、家なんて。そうだね。その日に不動産パソコンで間取りを比べたりとか、不動産に行って何個かお部屋を見たりとか。すごいよ、もう。もう見つけたとこに入ってそこで決めちゃってんだから。まあでもそんなもんじゃないですか、最初は。うん。ここで OK! みたいな、うん。直感で決めるみたいな人も多いと思いますよ。ね、紹介されたとこに入ったみたいなね。はい。面白いわ。そんな感じで、東京にいらっしゃったまさきさんですけれども、はいはい、今日はスタジオに金沢の美味しいものがたくさんあります。メインこっちですからね。はい。そう、今日は、食べまっし金沢という企画で、勝手に、はい。おいでまっし、食べまっし。おいでまっし、食べまっしで。なるほど。そう。ここにありますのはですね、まず、金沢ピクロスと呼ばれる、あれですね、名前がなぜかピクロスになってるんですけど、うん、金沢ピクロスという。レンコンと、キュウリと、人参と、大根と。加賀野菜ってことなんですかね。ですよね。まあ入ってるんですね。きっと。これはご存知でしたか？これはちょっと存じ上げませんでしたが。ぜひ召し上がりながら。いただきますよね。はい。とかですね、他にも。いただきます。いっぱい用意してもらってるんですけど。大根かな。じゃあ私はピクルスですよね。なんで、マクロスみたいにしちゃったんですかね。ね。うん。あ、柔らかいんだね。美味しい。うん。レンコンも。酸っぱ！あ、これうまいわ。これお酒と、でもちょっと甘みもあるじゃないですか。うん、美味しいね。これおすすめですね。うん。そういえばこの前話してた、金沢のゴーゴーカレー食べてみたいっていう話、うん、はいはいはい、私してたんですけど、なんと、ゴーゴーカレーの社長さんが、はい、石川県のスター、松井秀喜投手の、選手ね。あ、松井秀喜選手の、失礼いたしました。ファンだったから、背番号の55から取って、ゴーゴーカレーだったそうです。あれ、これ有名な話じゃないんですか？いや、私知りませんでした。ご存知なかった。今日知りました。ゴーゴーカレーすごい勢いですからね。ね、東京にもいっぱいお店がありますし。僕でも地元にいた時なかったんで、今度食べに行きましょうね。うん。うん。ゴーゴーに。本家本元に行っちゃいました。そう、地元でね。東京にもありますけど。はい、という感じで。まあ野球の話になっちゃうんですね。でも最終的に松井だと。松井記念館。記念館？値上がり町。すごい。ベースボールミュージアム。うん、行きましょうか。行きますか。うん。うん。あ、もう一個あったわ。何？あ松屋の鶏野菜味噌。あ、これ大事ですよ。味噌鍋家族っていう。おお。シリーズっぽいですけど。これなんか見たことあると思ったんですよ。このパッケージ、黄色いくて、もう中味噌だなっていう、こう、わかるんですけど、袋に入ってて。すごくシンプルですよね。これをもう鍋に入れて、鍋したら美味しいよっていうやつです。味噌鍋になりますと。もうこれだけでいいんですか？これだけでいいんですよね。美味しいと。これは使ってるの？これね、うちで見たんですよ。うちで見た？うちで。なんかと思ったら、こう、うちの母親が、なんかね、送ってくれてた。美味しいですよ、これ。食べた。
はいはい。美味しかった。美味しかった。ということで。はい、味噌鍋家族。いろんな食べ物。金沢の美食。はい。食べまっし。食べまっし金沢。あ、おいでまっし金沢。食べまっし。食べまっし金沢。やってまいりましたけど、ね、散らかったらだけだったね。美味しいねこれ。ピクロスがね。私はそうだね、ピクロスが一番来たかな。あとかまぼこ。うん、かまぼこも美味しかったですけどね。さてという感じで、はい、ただ食べただけですけど、以上まさきこうすけのおいでまっし金沢、ご清聴ありがとうございました。4月になったら、ゆかの愉快な東京案内っていうのもありますから。ゆかと愉快はこれかかってる、多分かかってるんだろうね。かかってるでしょうね。そう、これ東京案内かかってますよ。する予定なのかな。やりますね。やる。そう、新生活4月からほら、それこそ新幹線に乗ってやってきたと。東京に着いた。東京に着いたと。さてどうしたらいいのかと。うん。どこに行って洋服を買えばいいのか。うん、洋服？どこに行って布団を買えばいいのか。布団。ベッドをどこで買えばいいのか。ね、便利なね、アマゾンっていうのでね。ほら、え、お店だ。お店ね、わかりました。はい、よし。では最後にもう一曲お届けしましょう。ムームーの最新シングルです、ハローシューティングスター。太陽が差す閉ざした、レイ FM からムームーンがお届けしてきました、柔らかい月の下で、エンディングの時間です。はい、今夜はムームーンのハローシューティングスターという2月25日にリリースになったシングルを聴きながらのお知らせです。春のツアーが間もなく始まります、ムームーンフルムーンライブツアー2015、お二人様。3月28日土曜日福岡県イムズホール、3月29日日曜日愛知県 L、4月18日土曜日大阪梅田赤楚、4月25日土曜日北海道キューブガーデン、5月24日日曜日東京赤坂ブリッツです。さらにフランスで、ワンマンの追加公演も決定しております、はい、パリとリヨンでやりますんで、はい、さらに、台湾でのワンマンライブも決定いたしました、はい、6月7日土曜日、はいね、台湾入りましたね、はい、ワンマンライブ初めて、うん、楽しみです。機会が増えていて嬉しいです、ね、そしてただいま私たちはアメリカの、テキサスオースティンで行われているサウスバイサウスウェストに行っています。また帰ってきて日本のツアーがスタートするのを楽しみにしているので、うん、皆さん会場で会いましょう。会いましょう。チケットなど詳しくはムームーンのオフィシャルホームページをチェックしてください。はい、そしてヤワツキでは番組をお聞きのあなたからのメールをお待ちしています。メールアドレスはすべて小文字で moon@bayfm.co.jp、 moon@bayfm.co.jp です。はい、この後インターネット放送もアップされますのでそちらもチェックしてください。ネット特典の月の裏側もあります。はい、最後に本日の英文コーナー。お、卒業シーズンということで2005年、日本でも話題になったスティーブ・ジョブス氏、スタンフォード大学の卒業式スピーチから。急になんかアカデミックな感じになるね。ねえ、お願いします。はい、Your time is limited, so don't waste it living someone else's life. 時間には限りがある。だから誰かの人生を生きることで浪費すべきではない。はい、ジョブス氏、ロボットになっちゃったんですね。ありがとうございました。はい、シリっぽかったですね。シリっぽい。あ、はい、シリね。うん。ジョブスさんね。はい。ジョブスさんというかアップルね。そうなんですよ、はいはいはい、ムームーンの柔らかい月の下で今夜はここまで。お相手はムームーンのゆかとまさきでした。卒業おめでとう。卒業おめでとう。ハローシューティングスター、ハローシューティングスター。